ティキヌスの戦いは、紀元前218年11月、イタリア半島北部のティキヌス川付近で行われた、第二次ポエニ戦争における最初の重要な戦い。ハンニバル率いるカルタゴ軍と、プブリウス・コルネリウス・スキピオ率いる、共和制ローマ軍が交戦し、カルタゴ軍が勝利した。紀元前219年、カルタゴの将軍。 ハンニバルのサグントム攻撃をきっかけに第二次ポエニ戦争が勃発した。紀元前218年5月、ハンニバルはイタリア本土へ進行するために北上を開始。ローマの元老院は執政官プブリウス・コルネリウス・スキッピオに二個軍団を与え、ハンニバルの前進を阻止するためにカイロでマッシリアへ派遣した。マッシリアに到着したスキッピオは偵察によって カルタゴ軍のローヌ川とかを察知し、軍を率いて、これを追った。ここで偵察に出した兵のうち、騎兵300が、ローヌ川沿いで、カルタゴ軍の騎兵500と遭遇し、交戦。スキピオが、この報告を受けてローヌ川に到着した時には、カルタゴ軍は数日前に渡かを完了していた。スキピオは、兄のグナイウス・コルネリウス・スキピオカルウスに軍を預け、自身は、本土で、 ハンニバルを迎え撃つため、イタリアへ帰還した。9月、ハンニバルはアルプス山脈を越えて、ガリア・キサルピナに到着。彼は、アルプス越えで激しく疲弊した自軍を休ませ、自身はガリア・キサルピナの現地部族を懐入し、自軍に編入しようと努めた。しかし、ガリア人は、ローマと敵対していたものの、多くの部族に分かれて長年争いを繰り返して、折りまとまりがなく、 戦う前から疲弊していたカルタゴ軍に味方しようとする者は少なかった。このためハンニバルはローマ軍を撃破して力を固持しなければガリア人を味方に引き入れることはできないと判断していた。ローマに帰還したスキッピオは新たに動員したニコ軍団を率いて北上ハンニバルも敵を求めて南下した。ティキヌス川付近で両軍は接近し互いに野営地を築いた。 スキッピオは野営地で兵を集め演説した。彼はローヌ川での前哨戦でローマ軍が大勝利を収めたこと23年前にローマはカルタゴに勝利しているから敵は敗者の残党であることカルタゴ軍はアルプス越えで3分の2に減りしかも大きく疲労していることなどを挙げ指揮を高めた。一方ハンニバルはアルプス山中で捕虜にしたカリア人に勝てば 自由と武器、馬を与えると約束し、互いに決闘させた。ガリア人は山越えで非常に衰弱していたが、全員が決闘を希望した。カルタゴ軍は勝った者を称え、敗れて死んだ者はより大きく称えた。決闘が終わるとハンニバルは演説を始め、自軍の前にはタイが左右に生み、後ろにはアルプスと今決闘した者たちと同じように逃げ場はなく、 勝つか死ぬかしかないこと、しかし勝てば、ローマのすべてを手に入れられること、戦争に勝利した赤月には、この代まで税を免除し、土地や金貨を与えることなどを説いた。さらに兵士付きの奴隷のうち、戦うことを望む者は自由民とし、彼ら一人につき二人のローマ人奴隷を与えると、約束した。カルタゴ軍の士気は、大いに上がった。ハンニバルは騎兵を率いて、偵察に向かい、 一方のスキピオも、ウェリテスと騎兵を率いて、偵察に出ていた。偶然快適した両軍は、そのまま戦闘に突入した。この戦闘における両軍の戦力の詳細は、不明であるが、おそらく、カルタゴ軍は騎兵の全力で約6000名、ローマ軍は騎兵とウェリテスを合わせて約4000名程度であろうと推測される。ハンニバルは両翼に盛況なヌミディア騎兵を置き、 中央にガリアヒスパニア騎兵を置いた。ローマ側は前面にウェリーテスの戦列を並べ、その後方に騎兵を置いた。カルタゴ軍の騎兵が突撃すると、ローマ軍系総不評は、ピルムを投敵した。しかし、カルタゴ軍の前進を阻止できず、逆に突入されて、不評戦列は乱れ、瞬く間に、回想した。続いて、カルタゴ騎兵とローマ騎兵の交戦が始まった。 元より、ローマ軍は、数で劣っており、次第に圧倒され出した。両翼のヌミリア騎兵が早々に、ローマ騎兵両翼を撃破し、ローマ軍中央は包囲されそうになった。さらにスキピオもカルタゴ騎兵によって負傷させられたため、ローマ軍は、野営地まで撤退した。なお、負傷したスキピオを包囲下から救い出したのは、リグリア人の奴隷という説と、ムスコプブリウスという説が存在する。 ただし、後者はスキピオ・アフリカノスの偉大さを検証するための創作ではないかと考えられている。この戦いは偵察部隊同士の遭遇戦であり、互いに大きな損害を出したわけではなかった。しかし、ハンニバルのローマに対する初勝利という点で十分な宣伝効果があった。この戦い以降、現地兵の長母が円滑に進むようになったのである。さらに、 ローマ軍内のガリア兵2200名が脱走してカルタゴ軍に合流した。この結果、カルタゴ軍は約4万名まで増加した。ただし、この時点では全ての現地部族が味方になったわけではなく、ガリア・キサルピナでもポーガワイ南の部族は依然としてローマを支持していた。彼らを味方にするため、また最終的勝利に、 不可欠なローマ同盟諸都市の離反を誘うためにも、ハンニバルはより大きな勝利を挙げる必要があった。それゆえ、彼は積極的に決戦を求め、ローマや戦軍の壊滅を狙った。以降のハンニバルの行動は、こうした基本戦略に基づいている。一方、スキピオは軍をプラケンティアまで交代させ、その後、トレビア側ナ南まで交代させた。スキピオは、 カルタゴ軍の戦力を侮れないものと考え、同僚の執政官、ティトス・センプロニウス・ロングスと合流して、万全の体制でこれを迎え撃とうとしたのである。両軍はトレビア側を挟んで退治し、続くトレビアの戦いに臨むこととなった。ありがとうございます。